バイサー YouTube レキオスの翔也と翔平とリンクです。はい、今日の動画はですね、レキオス久しぶりに何年ぶりかな、2、3年ぶりに島根の方にですね遠征行ってきます。空港だね、あんまり大きい声で喋れないんですけど、じゃあ何で行くのかっていうことで、はい、そうですね、まず今日の企画は空港のスタバに行ったらどういったものが売っているのかっていう企画からスタートしていきたいと思いますっていうのはこっちかって言いましょう。はい、じゃあ今回はですね、島根の方からですね、今回3年ぶりに日本石見神楽大会っていうのが開催されるということで、ぜひレキオスさんにゲストとして出演していただきたいということで私が来まして、メンバーみんなでですね今から行ってきます。はい、じゃあそれでは旅の様子と出演の様子を楽しみにしてください。初めての遠征どうですか？楽しみです。頑張ってください。頑張ります。初めての遠征どうですか？初めてじゃないよ。何回ぶりですか？何回ぶり？3年ぶりですね。3年ぶり。おはようございます。おはようございます。どうですか、今日は眠れましたか？昨日ぐっすり寝てすっきりしてますね。はい、朝早く起きすぎて眠気ついて我慢できなくてきました。はい、一番ですね。頑張りましょう。はい、一番乗りでした。どうも。おはようございます。おはようございます。さすが、さすがですね。こちらはどちらです？え、こっち前来とっこじゃん。違う、こういうの持ってこっちだったっけ。来るのかさん、来るのかさん、おはようございます。どうした？なんで一人ずつ撮ってみる？みんな来てます。うまい。何食べてますか？贅沢な食です。どれが美味しいです？美味しいです。こんなちゃんとしたのあんま食べないじゃないですか。すごいですね。美味しいです。はい。ザ和を感じるような朝食で、僕の一番大好きなホッケがね、朝の朝食にできるので、最高ですね。最高な朝です。明日お魚選べるって。明日は養殖に。ああ。眠れました。この子がうるさすぎて眠れない。え、うるさかった？ずっと喋ってた。いや、鼻詰まりがひどくて。鼻詰まり今日直してね。直りました。じゃあ今日はゆっくり寝てください。はい、ありがとうございます。集合してる？寝れなかった。どこ見てる？よへん。お前ホッケって言った？ホッケじゃない。僕の一番大好きなホッケがね、大好きなホッケがね、うまい。あ、これを僕が言って、何かわかんないんですけど、ふりかけみたいにして、
そのまま？いや、振りかけだからかけれって感じ。振りはい、セイ。はい、おはようございます。島根の朝練始めていきたいと思います。気をつけ、はい、レッお願いします。じゃまず体操からいこう。シュー、これお願いします。オン1234567 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 1234567
はい、集合。出資したっけ、みんなで落ちていこう。その前に回答何かねえかな。もう行けるか。どこにゴーッツ。いや違うぜ、まずアップの獅子舞でアップの。さすがだよ。じゃあやっていきますか。いきますか。よし、行きましょう。はい、やるんでいこう。はい、と、よっしゃ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 、牛いる、気持ち悪い、牛いる、おい、牛ごおい、誰だろ、するな、あ、牛に仕込むな、はい、この格好なの、これ、やっぱね、あ、撃たれ、おい、おい、いいぞ、ブリッチいそう。はい、さい。Thank you.
下手くそな人がいますね。早く掃除しろ。はい、夜はですね、三宮神社の方に来ています。こっちはですね、毎週土曜日か週末、神楽を生で上映してるっていうことで、またまたま今日公演前の、空き時間で間に合ったので、今からメンバーで見ていきたいと思いますんで、はい、じゃあ楽しんでいきます。大祭り雨の岩戸彦神社、通称三宮神社と呼ばれています。石見の国三宮と知られ、創立年代は不詳。神社にお祭りされている神様は天の田力尾の御事、力と技芸の神格を持つことから、スポーツ上達や技芸上達のご利益があります。では夜神楽の様子をどうぞ。久しぶりの舞台の緊張感で寝られなかったですね。年ぐらいのもな。じゃあ深夜に。ありがとうございます。はい、おはようございます。どうですか。はい、今日は久しぶりの舞台、楽しみに頑張っていきたいと思いますので、お願いします。はい。お願いします。おはようございます。どうでしたか。眠れましたか。爆睡。おはようございます。2日目です。眠れましたか。今日は静かでした。いや、よかったね。爆睡になりました。おはようございます。2日目ですけど、はい、今日はぐっすり。今日はもうだいぶ寝たら、今起こしたら動きたば調べ出してた今。やばい。ドッキリされた。ドッキリされた。動画撮ってた。動画撮ってなかった。プライベートドッキリ。オッケー、頑張ってください。頑張ります。おはようございます。Thank you.
集ですよ、これフィナーレ。恵比寿さんがみんなに30体のおろちの後に大サービスやってるところです。飴を配ってる大サービス。すごいですよこれ、20分以上同じ調子、8調子でやってる。すごいですね、リズムの狂いもなく。すごい、圧巻だった。すごい、圧巻。30頭のオロチ、大根オロチにしようかなと思ったけど。まだ演奏続いてる。なかなか終わらないですね。これだけ花火、場内これ花火の煙ですよ。今他の会館では他の他府県ではありえないぐらいのすごい熱気と、これだけ火を焚いてっていうのは、花火を焚いてっていうのは考えられないですね。素晴らしい。見て、すごいすごい、会場一体興奮してますね。はい、めでたく餅もいただいたんで、そろそろ G エンドですから。恵比寿さんどこ行ってます？はい、恵比寿さん、どうぞ。はい、どうもありがとうございます。ちょっと童心に帰りましたね。